ートルズはですね、実は活動してたのが8年ちょい。で、結構ですね、写真を見たことある方は、あの前期はなんかアイドルっていう服装も揃え、髪型も、マッシュルームカットにし、アイドルっていう路線でやってたんですけど、だんだん、コンサートをやめ、レコードだけ作るようになってくると、髪が伸び、ひげが生え、ね、みんな衣装もバラバラで、女もできて結婚して、そうですね、人生のちょうどこう、ね、若者から大人になる時にちょうどこう曲を作って活躍したんですけど、一応前期後期というふうに、まあ、髪が伸びてる髪が生えてる後期ということで、ビートルズをリリースするんですけど、一応、このステージは前期の曲がラストになります。恋をするなら、恋をするならという方になっております。じゃあお願いします。